はい、皆さんこんにちは。今日はですね、あいにくの天気で、すっごいムシムシして汗ばんでおります。はい、さてね、今回はまきちゃんのね、栗菜を購入しまして、それの紹介をしていこうと思います。はい、今回ですね、僕が購入したまきちゃんのクリーナーは CL281FDZ という本体のみのタイプになるんですけど、そちらの方と、あとですね、サイクロンのアタッチメントの方も購入しました。2つ合わせてですね、開封の方していこうと思います。はい、それでは僕が購入した商品はこちらになります。上がですね、本体で、下のアマゾンの箱がサイクロンのクリーナーになります。はい、まず開封の前にですね、マキタのこのクリーナーなんですけど、3種類のモデルが販売されております。まず1つ目にですね、カプセル式囚人&スライド&トリガー式というものがあります。これはですね、トリガー式、鉄砲のような形で掃除機のですね、電源を入れることができるというものです。それプラス、あと上の方にこのカチカチってスライドをするものがあって、このトリガーとね、この上のスライドが連動していて、そのどちらでもですね、起動ができるというものになります。2つ目にカプセル式囚人&ワンタッチ式ということで、ワンタッチスイッチ式ということでですね、スイッチ自体はピッとボタンを押すだけで起動できます。あとそのゴミの集まり方なんですけど、こちらはカプセル式で本体をカチッと回してこう取れるような形になっております。これは先ほど最初に言ったものと、今の2つ目のものと同じ囚人方法になります。3つ目にですね、紙パック式囚人&ワンタッチスイッチ式というものがあります。こちらは紙パックに、ゴミがたまるよというもので、スイッチはですね、先ほど言ったワンタッチのものになります。それぞれ好みに応じてですね、購入をしてみてください。で、今回僕が購入したのは、2つ目に紹介したカプセル式囚人&ワンタッチスイッチ式というものになります。カプセル式囚人、カチッとやってゴミを取るタイプで、ボタンを押せば掃除機の電源が入るというモデルになります。で、それと合わせてサイクロンをですね、別途購入しました。で、今回僕が購入したサイクロンはですね、ロック式というもので、今この CL28 シリーズ現行のタイプなんですけど、のみに対応したサイクロンのアタッチメントになります。で、その型番がですね、A-68856 というものになるんですけど、こちらはパイプロック対応ということで CL28 のみとなります。対応がですね、で、それ以前のモデルに対応しているサイクロンはA-67169 というものになります。こちらのものはですね、両方差し込むタイプになっておりまして、この現行のタイプより前の掃除機に対応しております。その中でもですね、対応されている機種、今ご覧いただいているかと思うんですけど、その中で注意しないといけないのがですね、吸い込み仕事率 15W 以下の場合は吸引不十分になる可能性があるということで、お使いの機種の取扱説明書をちょっと確認していただいて、そこら辺をね、確認してから購入する場合は購入された方がよろしいかと思います。はい、それではですね、早速開封の方していこうと思います。はい、それではですね、まずサイクロンの方から開封していこうと思います。はい、本体がですね、こちらになります。これがですね、ゴミ捨てラインみたいですね。ここまで溜まったら捨ててくださいよというものです。で、ここの両サイドを押せば開くのかな。ポチッと、お、結構軽いな。ここ両方パチッとすれば簡単に取ることができます。で、こうやってポイーって捨てることができますね。うん、これはいいな、すごい軽い。
で、中の吸引のこれなんですけど、これも、こっちだ。半時計回りに回すことで、中のこの吸引の部分が簡単に取ることができます。で、こちらも汚れがひどくなったら清掃してくださいということですね。カチッと。で、これもカチッと。おお、すごいシンプルな作りだな。で、これが CL28 シリーズに対応したあのロック式ですね。で、ここにパイプをカチッと。で、ここの差し込み口の形状も全然違うので、まあ、サイクロンを買うときはですね、注意して購入してください。はい、お次はですね、本体の方を開封していきます。はい、まずこちらがですね、ノズルになります。 Amazon を見てたらですね、ここになんかスイッチのあのあるフロア、いや、絨毯用のですね、絨毯用のノズルも別途発売されておりました。結構アタッチメントが豊富にあるので、まあ、車の掃除とかですね、いいかもしれないですね。はい、次はパイプですね。お次が本体になります。はい、このパイプをノズルの方につけます。ギュッと。結構軽いですね。おー、こんな感じか。はい、お次はこいつにこのサイクロンアタッチメントを取り付けていきます。こんな感じでポチッと。おー、いいね、かっこいいな。それでこいつに本体をつけますと。ポチッと。おー、いいね。でも結構長いな。今このクリーナーにアタッチメントをつけたわけなんですけど、アタッチメントの分ここのパイプがですね、長くなってるんですよ。ここのパイプがあの短いものも発売されてますので、あの長さが長いなと感じる方はそちらの短いのを購入することをお勧めします。もうちょっと嫁さん結構でかいので、これでいけるんじゃないかなと思うんですけど。はい、早速ですね、バッテリーの方つけてみたんですけど、どうでしょうか。で、僕が今つけたのは 18V の 6A のバッテリーになるんですけど、今ですね、ちょっとあの取説の方見てみたら、あの 18V 3A の場合で、このパワフルをですね、スイッチにあの強パワフル標準とあるんですけど、パワフルが一番強くて約15分使用できます。次に強がですね、約20分、標準が約50分使用することができるみたいです。一応これでですね、嫁さんにあの掃除機の方かけてもらいたいと思います。Yeah, he sets my body in motion. He just, he knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? Yeah, look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. Baby, looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation.Look at him, he's got a bad reputation. Baby, looking at us. Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine. Don't care what they say, too late anyway.はい、最後までご視聴ありがとうございます。僕は購入したですね、 CL281FDZW なんですけど、この掃除機をですね、あの2日間ほど嫁さんの方にちょっと使ってもらったんですけど、最初の感想はですね、まあ、あのコードがないということで、もうめちゃくちゃ便利だよって言ってました。もうね、あの掃除機をかけるのも気持ちよくて、1日2回ぐらいなんかかけたって言ってましたね。あとですね、ノズルをつけた分全体の長さがちょっと長くなったわけなんですけど、それに関してはですね、やっぱりちょっと長いかなっていうことでした。まあ、その、 あの長いっていうデメリットよりも、あの電源のコードがなくなったっていうメリットの方がなんかでかいみたいで、今のところですね、そのメリットの部分が勝っていて、あの不便さはそんなに感じないみたいですね。あとですね、あのこのサイクロン式になってゴミがですね、ワンタッチであの捨てれるので、まあ、その点も非常に便利だと言ってました。まあ、普通のね、あのコードの掃除機を使うよりなんか身近なものになったみたいですね。まあ、細かく掃除ができるから、あのすっごいなんかいいみたいです。まあ、この掃除機をですね、あの気になっている方いらっしゃいましたら、まあ、とてもおすすめできる商品ですので、まあ、購入されてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。Thank you.